1 2 3 4。よろしくお願いしますわ。ここまで通算73回の SG 優勝戦進出がある高橋貢、まさに継続は力なり。一番人気を集めた高橋、そのスタートはどうか。10秒前です。初のナイターオールスター準決勝、2秒前第9レースセミファイナルスタートしました。高橋持ち上げた、センターから森和幸、さらには5番の三浦航平が、さあセンターからホールショット、さらには篠原が乗る展開になりました。篠原が一発で、さあ三浦の内を仕留めていくのか。3コーナーで強烈な自己主張する6番篠原敦が5番の三浦を捉えて、早くも先頭に上がっています。地元の SG 戦、より一層活力が湧かないわけがありません。6番の篠原が先頭に上がっています。三浦航平2番手の位置、さあ再逆転なるか、2番手からアプローチできるか、さらには3番手から3番の森克幸、オートレース界切手のお祭り男でありますが、ちょっと流れた。8番の金子は捉えて3番手に上がっています。残りは6周回、先頭は6番の篠原敦であります。三浦航平2番手です。人気の高橋でありますが、今7番手、これはかなり苦しい位置とお伝えしておきます。3番手に上がった金子大輔、前の2人を果たしてどこで捉えるのか。残りは5周回、篠原が我慢する競争になっています。先頭は6番の篠原敦、この9レース準決勝のレースメーカーは6番篠原敦であります。2番手は5番の三浦航平、体勢変わらず。3番手が8番の金子大輔、4番手に7番佐々木圭が現れました。さあレースの終盤戦、中盤戦でどこまで追い上げるのか。まだまだ中盤戦です。4周回残しています。6番の篠原がレースをリードしています。かなり僅差の状況で5番の三浦が続いている状況です。3番手から8番の金子大輔、この位置では SG オールスターの優勝戦はありません。この3番手からさらにハードルを乗り越えることができるのか。残りは3周回です。さあ体勢変わらず、レースはこれから終盤戦に入ろうとしています。どこで勝負をかけるのか。金子大輔もういっぱいなのか。4番手7番の佐々木圭が4番手からアプローチする状況になっています。さあターゲットが見えるのか。佐々木現在4番手、残りは2周回であります。篠原が主導権を握っています。2番手は三浦航平、体勢変わらず。3番手には8番の金子大輔、さらには佐々木圭という並びになっています。2番手を狙って、さあ金子は突っ込めるか。隙間を縫って針の穴に糸を通すように前輪をかけて2番手に上がる。さらに千載一遇のチャンスが佐々木に訪れて、残り1周回、これは際どい、これは際どい。6番の篠原が先頭であります。やや滑った7番の佐々木、アウトコースから金子は前に行っています。3番手に佐々木の体勢、三浦航平力尽きたが、4番手先頭は6番の篠原敦、8番の金子は2番手でチェッカーフラッグ。それでは払い戻し金です。2連単6番8番4930円、2連得6と8の組3530円、3連単6番8番7番23700円。そして昨年暮れのスーパースターに続いて SG 連続優出なるか。佐藤麻也、大きな期待を集める準決勝戦です。スタートまで10秒前です。5秒を切ります。爆音が高まってスタート1秒前、
10レース準決勝をスタートしました。6番の佐藤綾が目の覚める電光石火のスタートダッシュ。1番の鈴木弘和を上回るスタートを見せまして、もう早くもリードを作っています。ファンの方がスタンドにいれば興奮のるつぼに導くくらいのスタートダッシュを6番佐藤綾が見せています。早くも2番手に5番の荒尾が上がりました。3番の岩崎3番手、4番手には若い友和が内を捉えて順位を上げていますが、前の3人とは少々間隔が開いています。先頭6番の佐藤前であります。さあ準決勝のハードル越えなるか。2番手は5番の荒尾の体勢、荒尾が2番手からワンチャンスを狙って、さあここで斜めになって入ってくる。5番の荒尾が先頭に上がりました。2番手には6番佐藤前です。今度はその佐藤に襲いかかるのは3番手岩崎良一の体勢になっています。完全に前の3選手が抜け出す格好になりました。さあ自身9回目の SG ファイナルなるか。3番手岩崎良一、2番手の佐藤前にどこまでついていけるか。3番岩崎良一の体勢、先頭5番荒尾聡がリードを作りました。2番手は6番佐藤前の並びに変化ありません。あとは3番手岩崎良一がどこまで迫るか。さらには若い友勝、4番手から力を余しているのか。さあレースは中盤戦です。5番の荒尾が引っ張っていますが、ほとんど離れません。6番佐藤前の体勢に変化はありません。3番手は少々間隔空いてしまいました。3番岩崎良一の背後からは同期の若い友勝が迫りまして、残りは3周回です。優勝戦の2文字3文字をどうやら手中に収めたようであります。5番の荒尾聡が先頭であります。2番手は6番佐藤真也、3番手は3番岩崎良一。さあ4コーナーを立ち上がりまして、3番手争いだけがヒートアップしております。残りは2周回、先頭は5番の荒尾聡であります。一つ外側からスタートを出られてしまうという最悪の展開でありましたが、道中さまいて軽やかに荒尾聡がリズミカルに抜け出してまいりました。おーっと3番手は3番の岩崎良一、流れてしまって若い友和が3番手に変わっています。ブルーフラッグをすでに通過しています。9レースから唯一のバトンを置きました地元5番の荒尾聡が先頭であります。2番と6番佐藤真也、体勢は固まりました。荒尾そして佐藤真也の体勢で今チェッカーフラッグを置きました。払い戻し金です。2連単5番6番440円、2連複5と6の組260円、3連単5番6番8番2000トンで30円。ここで勝てば史上25人目の一戦勝となる伊藤信夫。ここは人気の一人にも数えられます。スタートまで10秒前です。ゼロオープンの戦い5秒を切ります。スタート3秒前、3つ目の準決勝11レーススタートしました。鈴木一郎上々な飛び出し、さらにはセンターから4番の平田正孝、さらには5番の浦田慎介、伊藤信夫という順であります。松本康は少々包まれる感じになりました。さあいきなりスタートで勝負を決めた1番の鈴木一郎、正確無比なスタートからまずは押し切り体制を作ります。2番手にはかつての地元走路で暴れるか、4番の平田正孝、浦田慎介3番手、そして2番の松本を捉えてくるのは7番新井啓太。このバックスレッジ側では4番手上がっています。さあ浦田は攻めてくる。4番の平田の内を強引に捉えました。浦田が2番手に上がりました。3番手に交代した平田正孝、その後ろから新井啓太が迫ってきています。残りは6周回、一人旅の競争になりました。これが鈴木圭一郎の勝ちパターンであります。2番手には浦田慎介、そして3番手に新井啓太、4番の平田の、おっと際どいところちょっと滑らせた、4番の平田が力で抑えました。残りは5周回、2番手は5番の浦田慎介、優質の座を支柱に収めたんでしょうか。4番の平田がやや離され加減にも見えています。中段4番手が競り合い、松本、さらには伊藤信夫、新井啓太、その後ろでありますが3番の丸山が伊藤信夫を捉えました。最高峰が尾形浩一、残りは4周回です。先頭は1番の鈴木圭一郎です。まさにタイムアタック状態になっています。
果たしてどんなタイムを出すのか。昨日は3秒342というタイムでありましたが、ここは8周戦、さらなるタイム上昇が期待される局面です。4コーナーを立ち上がりまして、残りは3周回。2番手は浦田慎介、3番手は4番の平田正隆であります。さあ平田、2014年のダービー以来の SG 優出なるかでありますが、ちょっとこの距離は絶望的とお伝えしておきます。今4コーナーを軽やかに1番の鈴木圭一郎が立ち上がりました。目の前は残り2周回という周回板が見えています。浦田が2番手の位置、3番手は4番の平田正隆、4番手がかなりの競り合いになっています。松本、丸山、さらには7番の新井啓太。3コーナーから4コーナーのカーブであります。地元の浦田慎介もがっちり優勝戦圏内、1番鈴木圭一郎が先頭であります。2番手には浦田、3番手が4番平田正隆、体勢はほぼ固まりました。ご覧の大差をつけています。もうストレート1本分ぐらいの大差をつけました。1番鈴木圭一郎、成長曲線はさらに上がっていく。この準決勝勝利、鈴木圭一郎ゴール、2番手浦田慎介。それでは払い戻し金です。あったりー。2連単1番5番220円、2連複1と5の組210円、3連単1番5番4番7000トンで60円。ハンデ戦になったことによって準決勝一番の激戦区と言ってもいいかもしれません。青山周平、思想27、期待に高まる1番時計をマークしています。ハンデ0には1番岡谷美雪、 SG で初の予選突破になりました。史上2人目の女性レーサー SG 優出へ、未知なる 4100m の挑戦です。スタートまで10秒前、ブルーランプが消えました。3秒前、12レースの準決勝スタート。赤ランプ、フライングがありました。最後の準決勝でフライングを切った選手はもちろん昇天除外になります。1着2着になろうとも優勝戦進出の権利はありません。改めて8人の選手がスタートラインに向かいます。最終カードの12レース、準決勝5番の松尾博文。ただいまの発走は5番車のフライングのため再発走いたします。試走タイム 3.28、 この準決勝の中でも一番冷え込んだ時間帯に出走する、それはまさに松尾向きの走路コンディションといえた一戦でありますが、スタートを決めたい気持ちが結果的には空回りしてしまう格好になりました。改めて8人の選手がスタートラインに向かっています。1回目のスタートでは内側の中村智和、重富というところも上々なスタートを切っていました。今フライングの5番松尾博文がスタート位置につきました。そして佐藤孝也、中村雅人、そして大里、青山周平。今日の準決勝の上昇度ということでいうと、思想の雰囲気では7番の中村雅人かもしれません。 3.28、中村雅人、青山周平と幾多の SG 優勝戦で名勝負を展開しました。そういった状態まで戻っているのかどうか。10秒前です。5番松尾博文のフライングによりまして2回目の発走です。2秒前、12レース準決勝をスタートしました。
さあ6番の佐藤孝也が外からいいスタートを切っている。中村智和が岡谷を叩きました。中村智和の主導権になります。さらにはかましてくるのは青山周平、一周バックで好ポジションにつけております。さあ先頭は2番の中村智和、 SG 初出世、まさに機は熟した今でありますが、青山周平が早めに番手からトップを伺っています。そして今日は中村雅人も目の色が変わった。さあ3番手に上がってきています。2番の中村智和が先頭、このインコースから青山がねじ込んで割りました。3コーナースムーズに青山周平が2番の中村智和を捉えています。さらには中村雅人、残りは6周回。さあ長距離ランナー中村雅人にとってはこの位置で残り6周あれば望むところか。さあこの3コーナーでは内を捉えてぐーっとバイクを伸ばしてくる中村雅人、3、4コーナーで2番手に上がっています。さあ中村雅人の持ち味はここからでありますが、さあ中村智和が内を捉えるか、もう1回両っ危ない危ない、なんと2番手大競りになった。3番の重富大輔が中村雅人の内を狙っています。ここで3番の重富大輔が潜り込んでまいりました。中村雅人が切り返しの体勢からもう1回内を狙っています。残りは4周回、中村雅人が慌てず騒がず3番の重富大輔を逆転して再度2番手に返り咲いています。さあここからインコース、仕掛けの応酬になっています。仕掛けの応酬になっています。3番の重富大輔、この辺りは2番手に上がってまいりました。松尾も来る、残りは3周回であります。これぞナンバーワンのライディング、8番の青山周平が勝利の2文字を自ら手繰り寄せています。さあ2番手に中村雅人入ってくる。3コーナーで再度2番手に上がってまいりました。今回のオールスターで華麗なるカムバックを遂げるか、中村雅人2番手の位置、さらには松尾博文もこの争いに絡んでいます。先頭は8番青山周平、残りは1周半、2番手には壮絶な争いから中村雅人がリードを作りました。3番の重富大輔3番手、松尾博文4番手、まだまだ可能性があるか。おっと重富大輔滑った。残り1周ブルーフラッグを通過して3番手に5番の松尾が上がっています。先頭は青山、そしてあの道中不利がありながらまた差を詰めている中村雅人には明日の優勝戦大きな可能性を感じます。最終コーナーをクリア、青山周平そして中村雅人の対戦でチェッカーフラッグ。払い戻し金です。そんな2連単8番7番310円、2連複7と8の組230円、3連単8番7番5番1130円。5100m のロングディスタンス、明るい未来を手繰り寄せる10周回が間もなく始まります。人気はあらお、鈴木圭一郎、青山周平、この3人が独占する格好になったオールスターオートレース第39代の覇者は果たしてどの選手になるのか。女神が微笑むのは果たして誰か。10秒を切ります。ブルーランプが消えました。オッズパーク杯 SG 第39回オールスターオートレース優勝戦スタートしました。内堀から荒尾、センターから佐藤真也が足を伸ばしていく。里前に始まり里前で終わるような形になるんでしょうか。視線を制したのは佐藤真也、走路をきらびやかに彩っていきます。2番手に足の放し、さあ荒尾聡が内を飛び込んで今4コーナーで4番手、なんと目を疑いたくなる青山最後尾8番手であります。先頭は5番の佐藤真也であります。5番の佐藤真也がレースをリードしています。2番対4番の篠原敦、何かが起きるか、何かが起きるのか。3番手1番の荒尾聡、さあ内をついて上がってくる、これは8番の金子大輔であります。残りは8周回、先頭は5番の佐藤真也であります。伝説を刻んでいくのか、
4番の篠原千賀、さあ2番手から9をかかっている、前輪かかって入り込んでまいりました。4番の篠原千賀先頭に上がりました。 SG 優勝戦は12回目の挑戦であります。残りは70回、さあ人気に押されました。アローサトシが佐藤麻耶を捉えるか、佐藤麻耶を捉えるか、蓋をするのは5番の佐藤麻耶であります。もう1回2番手踏みとどまった、もう1回アローがさあ忍び寄っていく。2番手にアローが攻め上がる。そしてなんと最後尾8番手から青山周平が4番手に上がってきております。4番の篠原氏がレースをリードしています。2番手は1番アロー聡、執念の突っ込みを見せる3コーナー、ここでアローが先頭に上がっていく。確かな優勝への足跡を刻んでいくアローが先頭に上がった。残りは5周回、まだまだ茨の道のり、後方からは6番の浦田が4番手に上がっています。レースを盛り上げました佐藤麻耶、現在4番手、さあ攻め上がる攻め上がる。青山周平が篠原を捉えて2番手に上がった、少々流れている。さあ一気にアドバンテージをアローが作っていく。気がついてみれば昨年のオールスター優勝戦を連想するような一人旅の競争になっている。先頭は1番のアローサトシであります。地元 SG タイトルへ今や悲願であります。アローが先頭、4コーナーを立ち上がって残りは3周回、さあ必死に必死に8番手から火の玉の追い上げを見せる青山周平でありますが、これは全国ナンバーワン青山にとってもいかんともしがない車間が開いています。 V ロードをひた走るアロー聡が先頭であります。飯塚のエースに8台レースを見せる。残りは2周回であります。3番対4番篠原敦、さらには5番の佐藤麻耶、浦田慎介、金子大輔、中村雅人、鈴木圭一郎は8番手に余っております。3コーナーで佐藤麻耶が3番手に上がった。4コーナーを立ち上がりまして、いよ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 残り1周ブルーフラッグを通過していきました。アロー聡が先頭であります。古くは仁田水純太郎、そして浦田慎介、さらには久門徹が乗り越えてきた地元 SG タイトルの壁を乗り越えようとしています。悲願の SG 優勝を成し遂げるアロー、夜空に輝く一等星はアロー聡。競争者とあうんの呼吸で歩んだ5日間、集大成も飾りましたアロー聡。自らのプレッシャーを跳ねのけて、またかつてのオールスター、そしてスーパースターと一味違う優勝ゴールとなったに違いありません。オールスターは連覇、地元の SG を取りました。アロー聡、お届けします。2連単1番3番450円、2連続1と3の組340円、3連単1番3番4番1万トンで70円。結果を発表します。おめでとうございます。ご利用をお待ちしています。